音のこう自然な心地よいサイクルが、人の耳脳にとってね心地いいって言われてます。今日は鳥のさえずりも聞こえますか。今日はぜひこう意識的にゆっくり深呼吸することでリラックスモードに入るとともに、たくさん人んちっとを吸って体にとっていい効果っていうのを狙いたいと思います。もともと森とかが好きだったので、森の幼稚園とかもあのボランティアで一緒に行ってて、まず自分が楽しまないと子供が全然教えるんじゃなくて、もう一緒に遊んでるから、元気になれるっていう、なんか自分らしく自分を取り戻せる場所っていうのが森だなっていうのはすごく感じていて、それが何でだかわからないんですけど、なんか自分がちょっと本当にパッとこう開けるようなオープンになれる場所っていうのがこういう場所だというのは昔から感じているところです。まあ、もちろんあのすごく楽しい時間は楽しく過ごしていいんですけど、途中途中で自然の中に来たらわざと声をなくす時間みたいなのを結構今貴重になってきているので、そんな時間もね、取ってから行きたいと思うので、落ち着く場所で、まあ、気持ちいい景色見ながら、深呼吸でもしながら 1,2 分ね、クワイエットタイム取ってから出発したいと思います。よくマインドフルにって言うんですけど、今ここに集中する感じで、この足元滑らないようにグッていく感じが、すごくそのアウトドアの楽しみの一つでもあって、真っ白になったあの状態も、ちょっと一個客観的に、あ、真っ白になってるな自分って感じながら行くといい効果があると思いますので。で、自然の中に来ていろんな感覚を外に出しながら感じて、なんかぼわっといいなっていう、こういう感覚を自分で持つことで日常生活でもそういうぼわっといい感覚になるような人と話をしたり、そういうものを食べたり、なんかね、そういう積み重ねで結構いろいろハッピーに生きれるんじゃないかなって自分は思ってて、こんな自然の中で走ったり、体を動かしたり、水の中に入ったりもしたんですけど、もう楽しそうです。また日常がまた変わった感じになるかもしれませんね、今日森に行ったことによって